お、うん、お、うん、違う、この下切り腹立つんだね。最近ツイッターでさ、減らない選手権みたいなのやってる、流れてる。取った後、全リソースを使っていかに減らないか。ジャスパから入るルートだよね。うん。なんかジェイミーが一番減らないっぽいけど。これか。426。全、SA ゲージ全部と D ゲージ全部使っていかに減らないかっていう選手権。426はだいぶ強い。これがだいぶ減らないっぽい。全リソース使って400だから。エドもなんかあったで。エドはあの SA1 のカス当てできるから、 SA に入って SA1 でカス当てできればめちゃくちゃ安くなる。まあ面白いよね、ああいうの。なんか実戦でついやっちゃいそうだ。でもだから手が勝手に動いちゃいそう。俺は何をしている。地味にむずいかな、これ。むずいんすよ、本家よりよっぽどむずい、これ。本家の50倍ぐらいむずいと。50倍とか100倍ぐらいむずい。失敗した場合、いや、一応ガード入れながらできるから。あの、狙い得なんで。まず初段がむずい。服が清掃じゃなかった。むずい。これね、4発目がちょっとディレイかかってんだよな。1から3までは等間隔なんだけど、4発目が2フレ遅い。で、5発目に、あの、この組み替えがあるから、この、組み替えのタイミング5発目だから。組み替えのとこもむずいし。ここがさ、4発目がさ、押せんだよ。これちょっとマスターしたいな。いや、だってこれ、暗転が絡むから、毎回。なんか見てからとかじゃないんだよ。暗転のタイミングだから。これ相手が砲翼漏らした時にこれできたら。まあ、ただこれジャスパ取った後 50% 補正乗るから、相手がもう何やっても反撃大パン一発で倒せますみたいな時しか狙えんけど。いやいや、最後一発取ら、最初一発取った時点で、もう補正乗ります。ガード入れてんのが良くないな。気合が足りてない。なんか助かろうとして。実戦でもノーガードでいく。そう、本来は前入れたいから。サードだったらリスクあるから、前入れるから。ミスったら食らうから。生き残ろうとしてるのがちょっと、耳っち。ここ!いやー、早い?これちょっとみんなやってみて、むずいから。そして途中で俺何やってんだろうってなるから。あれ、こっちのブロック、チュンリーいたっけ?ゲームスピード変えても、ゲームスピード変えたらもっとむずいです。見てから取れんのか ?50% なら見てから取れる。早い !50% 早いぞ。いや、無理だろ、これ。早い!ちょっと待って、戻した、早い。戻して異常に速く感じる。ちょっと待って、感覚が暴走してる、今。ものすごい速く感じる。早送りみたいな。いや、でもさ、これ大会出たらめっちゃ湧かない?これをちゃんとやるのは俺はプロだと思う。ちょっと集中していいっすか?何発あんの?これ8。441か。集中してなかった。コメント見ながらやってた。今集中してます。ギアを上げてる。最後ジャスパー。本家だったら最後ジャスパー取らずに、ブロッキング取らずに垂直だけ。ギアが下がった。話し出したら下がった。集中します。一回集中します。前日にやること。明日は俺の試合じゃない。明日は俺が試合だったらやばい。明日はあの、ガヤです。まあ、ちなみに一週間前でもやってたらやばい。明日じゃなくてもやばい。早いな。ポン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 。まだ早いこれ。ポン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 。押してねえし。ポン。ちょっと待って、ポンポンポンって言うことに集中して押せてねえ。ポンが先に言ってる。ポンって言ってから押してる。キーリス押してなかったもん。音声認識。いや、でも、そう、これトライアルにあっても面白いけど、遊びとしては面白くない。緊張した。
ジャスティンカラー持ってないんだよな。てか、2か。ちょっとジャスティンカラー開封？ジャスティン白だよ。これジャスティンカラー。ゆっちょ！ゆっちょチャージして！ステージどこだった？剣のステージだったよ。ねえな。そんなステージ。似てるのはスラム。スラムどこ？これ？レトロシティ。スタートの剣だった？あの時。あ、これ。緊張する。7発目緊張する。ゴールが見える。眠いから。いや俺もね腹減った。こんなことやってる場合じゃない。え、でも実戦でさ砲翼漏らされた時にさ、いやーこれ排水できたらなって思わない？俺結構思うよ。練習しとけよかったなーがあるんだ。俺ダメね。俺7発目に弱い男。ただこんだけミスるってことはフレームが違う可能性も出てくる。俺がずれてるのか準備がずれてる。ただ明らか俺がビビってる。ミスるなって思いながら。実際サードのパリもこんぐらい難しかったんですか？これの100倍簡単です。だからあの梅ちゃんが排水の逆転劇やってさ、うおーって言われてたのよ。当時もやっぱ言われてたのよ。今でこそさこう伝説のってなってるけど、やっぱ当時もうおーってなってたよ。ただあのサード勢から言わせるとふんって感じ。あの誰でもできるから。そう。ただ、やっぱ、あの場面で、あれを、ジャスティン相手に、やって、で、それがちゃんとこう、映像として残っててっていうので持ってるから、まあ、トータルで見たらすごいんだけど、そう。ただ、あの、あれ自体がなんかこう、60分の1で、プロだみたいな、わけではないから、あれ。なんか、トータルですごい。けど、この、砲翼をブロッキング、取ったこと自体は、別にその、めちゃくちゃむずくはない。あの、こっちの方が余裕でむずい。砲翼の初段は、砲翼の発生が、サードは4フレなんで、暗転前にガード入れてたら、かなりむずい、取るのが。ニュートラルだったら、いけるのと、まあ、そもそも、梅さんは読みで、前入れてるけど、暗転前にもう前、入れてるけど。誰かこれ、完走できた？完走できないんだけど。赤風呂は、猶予2フレです。必殺技は。この途中で赤風呂取るのは、まあ、むずい。まあでもそれでも、竜2フレだから。って聞くとそんなじゃん。ドリームも2フレだから。え、YouTube でやっ、いやいや、そら、世界、それやって成功したやつを上げてんだから、そら、いるに決まってる。君らがやれるかって話をしてんの。俺ばっかりにやらしてさ、こんな苦行を。君らやれてんのって、今やってんのって、できたのって話してんの。ただ、ももち俺もうできたよとかって書いたら、まあそれはそれでバンス。マウント取り始めたら。早いって！絶対8段目。8段目もう1フレ。隙間が。ちょ、もう分かった。やり口。マジで分かった、やり口。8段目が早い。もう、ちょがりされないこと。8段目が異常に早い。しかも7段目がちょっとね、引っ張ってくるから騙される。6、7、8みたいな感じ。1取って、4ちょい引っ張り、5めちゃ引っ張り、7ちょい引っ張り、8早。頭おかしなってきた。はい、バレてます！うん、なぁ、裏に行く！聞いてないんだけど。何だったんこの時間。あへえ、8段目今ね流れきてる。ビッグウェブってこれ、この流れに乗る。いや違うな、これリズムだな。この撮ってる間にパンでこれ停止するから次の動き出しがちょっとねブレる。はい、ゲームオーバー。ありがとうございます。だから、この、暗転中にやっぱこの、これがいるな。暗転中の。ふんっていう、この、メトロノームとして。常に売れ、動いとこ。ちょ、このメトロノームがずれてる。何も合わない。うん、ポン、うん、うん、ポン、うん、うん、ポン、うん、ポ、うん、うん、ポ、うん、ポ、うん、違う。うん、ポ、うん、うん、ほ、うん、うん。
ぽ、うん。じゃじゃもうが、せ、もう画面見てやろう。うんぽに引きずられてる。画面を信じよう。音なんてなくていいんです。ドリームもそう。ドリームもね、音いらないから。画面さえあればいけるから。いや、俺も眠い。眠いというか腹減った。俺なんてこれ何にもならないようにやってるんだぞ。この死体切り腹立つんだけど、チュンリーのこれ。もういい。こんなことしとるやつアホやろ。いやでもね、こういう効果が、ほらドリームが簡単に感じる。すごいドリームが簡単に感じる。あれを減ると。いや実際ね、これドリームでも効果あるんよ。この遅らせドリームやってると普通のドリームが簡単に感じるという効果はある。よし。もう寝る。もう切れた。3時やん。な、どんだけやったんこれ。俺の時間が。貴重な。貴重な練習時間が。